皆さん、こんにちは。日本の歌手でタレントの和田アキ子さん。和田アキ子さんは、8月11日放送の長寿番組、アッコにお任せ、TBS 系で飛び出した発言で、大炎上しています。また、その発言に対し、有吉弘行さんがコメントしたことでさらに注目されてます。今回は、和田アキ子さんの問題発言や過去のやらかし、有吉弘行さんや、村本大輔さんのコメントなどについて紹介していきます。8月11日パリオリンピックの陸上競技やり投げでは、北口榛花選手がトラックフィールド種目で日本女子初の金メダルを獲得すると、アッコにお任せでもこのことに触れ、北口榛花選手の競技中の様子を伝えていました。中でも話題になったのは、試技の合間に北口榛花選手がうつ伏せの状態でフィールドに寝転がりながらカステラを食べるというもぐもぐタイムのシーンで、この様子を見てトドみたい、横たわってるのが可愛いなと発言しました。この発言に X 上では、視聴者から和田アキ子さんへの批判の声が相次いでおり、北口さん見てトドみたいってさっき言ってた元戦、名誉ある金メダリストを表現するのにふさわしくない言葉選び、その瞬間の周りの共演者の顔ったら見てられなかった。必死にフォローしてたけど、北口榛花選手の休憩タイムのお姿をトドみたいと、北口選手にもトドにも失礼千万な暴言だな。和田アキ子さんの発言マジ、本当だったらもう引退して、失礼すぎる、この人が出てるのもう見ない、もう早く引退させろや、時代に合ってないとかのレベルじゃない、単純に誹謗中傷、差別思考テレビ出すな、こんなやつ、和田アキ子追放しよう、政治家のジジイと同じで自分の発言をコントロールができないならもう引退でいい、フワちゃんよりタチが悪い、などのコメントがありました。昨今コンプライアンスが厳しすぎると言われるテレビ業界ですが、その場にいない他人の容姿をいじることはもちろん論外です。文化担当記者は、そもそも誰かを動物に当てはめるような発言をすること自体が人種差別的な表現につながりやすい危険な発想です。公の電波を使って放送するテレビに出演するタレントとしてかなり意識が欠如していると言わざるを得ません、と話し、スポーツ紙記者は、長距離走などと違って動き続ける競技ではありませんが、一瞬の投擲の力を最大化させるため、試技の合間に消費したエネルギーを補給するためにカステラのような糖質などが多く含まれたものを食べるんです。横たわっているのも足に余計な負荷をかけてその後の試技に影響を及ぼさないためです。和田さんのように素人には非常識に見える行動もアスリートには理にかなったものなのです。実際にネット上では和田さんの言葉を褒め言葉と捉えている人もいるようですが、少なくとも「とど」という表現が適切とは思えませんと、ただ単に寝てカステラを食べていたわけではなかったと説明していました。なお日テレニュースによると、北口榛花選手は競技中に寝そべる理由について、椅子に座るより寝っ転がっていた方が姿勢が崩れない、自分の高さに合っていない椅子がどうしても猫背になってしまうのでと明かしており、ただダラダラするために寝そべっているわけではないと言います。またお笑いタレント有吉弘行さんは、自身がパーソナリティを務める11日放送の JFN 有吉弘行のサンデーナイトドリーマーに出演した際、和田アキ子さんの物議を醸している件について、アッコさんがとどみたいだねって言ってしまって大炎上してましたけどね。めっちゃ注意してるだろうに、ポロッと出ちゃってね。ダメなんだよ、ああいうことを言っちゃうね、とコメントしていました。そんな有吉さんは、和田アキ子さんに、めちゃめちゃ怒られたことがあることを明かしていました。番組にはゲストとしてキスマイフットツーの北山宏光さんが出演し、中居正広さんとプライベートでの交流が多いのに、連絡先を教えてもらっていないことや、
中井さんが未だにガラパゴス携帯を使っていることなどを話すと、番組アシスタントの高橋真麻さんが、有吉さんも似てますよね、あんまり番号を教えないイメージと切り出し、出演者のアンタッチャブル山崎博成さんが、アッコさんにも嘘の番号と和田アキ子さんの名前を挙げ、これに有吉さんは笑いながら、言うな言うなと山崎さんを制したものの、嘘の番号を教えてめちゃめちゃ怒られたと明かし、スタジオは笑いに包まれました。そんな有吉さんは以前別番組に出演した際、バラエティ番組について、分かってないんだよな、お笑いの人が何かやられるのは嬉しいっていうことを分かってないんだよね、未だにね、いじめだと思うんだね、ご褒美なんだよあれはと、芸人が何か仕掛けられるのをかわいそうと思うことに全然分かってないよねとコメントし、番組内では丸く収めていましたが、やはりプライベートでは電話番号を教えたくないほどの仲ということで、二人には不仲説が上がっているようです。一方、和田アキ子さんのトド発言による炎上に、お笑いコンビウーマンラッシュアワーの村本大輔さんは疑問視しており、和田アキ子さんのトドみたいなのが横たわってるみたいな、可愛いなぁって愛しか感じられなかったけどねと私見を述べ、続けて、言葉には表と裏があって、イギリス人の友達はご飯食べてめっちゃ美味しい時、ディスガスティングって言うしと、褒め言葉としてディスガスティング、胸クソ悪いなどと真逆の表現を使うような例を挙げつつ、てかわざわざとどって言われてます、かわいそうってマジレスする方が傷つけてる可能性あるよと、今回の炎上で逆に傷つけているのではという見解を示していました。今回の発言がすでに大炎上している和田アキ子さんですが、アッコにお任せといえば、つい先日もやらかしたばかりで、7月7日放送回で、その日投開票だった東京都知事選を特集し、投票時の注意点などを雑学として紹介。その際に宇内梨沙アナウンサーが、候補者の漢字を間違ってしまうと無効になってしまうので、正しく書くようにしてください、ひらがなで立候補している人はひらがなで書きますし、漢字で立候補している人は漢字でちゃんと書くようにしてくださいなどと注意喚起したのですが、これは誤り、番組内ですぐさま訂正しましたが、有権者に郵送される入場整理券についても、なくした人はマイナンバーカードなどを持参するようにと説明したのですが、これも誤った情報だったといいます。これには批判が殺到し、翌週放送回の冒頭で宇大アナが謝罪する事態に追い込まれていました。また3月3日放送回でも、当時まだ情報が一切公開されていなかった大谷翔平選手の妻まみこさんについて、和田アキ子さんが、で奥様が180センチくらいあるんでしょうとおもらししてしまうということもありました。このような番組内での不見識な発言が相次いでいることもあって、失礼すぎるありえないアッコにお任せ打ち切りにしてほしいし、和田アキ子もテレビで見たくない、アッコにお任せ番組終了してください、選挙の件で懲りずに今度は失言、アッコにお任せもう終了しなよなどの、アッコにお任せそのものの終了を求める声も相次いでいました。いかがでしたでしょうか。今回は和田アキ子さんの問題発言や過去のやらかし、有吉弘行さんや村本大輔さんのコメントなどについて紹介していきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。